はいどうも、凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、明日行われる J リーグ第2節、2節かな、すいません、ちょっと確認不足ですけども、川崎フロンターレ対横浜 F マリノスのプレビュー的な動画になります。この試合は、両方ともね、昨シーズンの1位2位の対決というところで、期待が集まってるかとは思うんですけれども、この試合の、大きな一番の、ポイントというのは、個人的な、ねポイントに挙げているのは、ボールの、どちらが自分たちの、握るボールの時間を増やせるかというところ、それと前線の攻撃力がどれだけ爆発できるのかというところになります。フロンターレに関しては前節玉川クラシコでレアンドロ・ダミアンのヘッドで1点を守り切っての勝ちというところで、去年昨シーズン、その前のシーズンほどのやっぱり攻撃力っていうところは、もちろん FC 東京の攻撃が素晴らしいというのもありましたけれども、ちょっと影を潜めていたところがあります。対する F マリノスは前節セレッソ大阪戦で、新加入のアンデルソン・ロペスを含め、前からボールを追って、点を取るというところを、徹底してやっていました。個人的には、どちらがね、よりよくシュートを打てるかと決めきれるかというところが課題になると思っていますし、また似たようなフォーメーションの両チームでもね、川崎は 4-3-3、マリノスは 4-2-3-1 気味のね、試合にはなっていくとは思うんですけど、そういった中で、中盤でのね、せめぎ合いっていうところがね、どこまでこうしっかり、やれていくのかというところが個人的には一番見どころかなというふうに思っています。前節川崎は車屋選手がおそらく肩の脱臼かな、怪我で、おそらく明日は出場できない見通しの方が高いですけれども、そんな中でもね、川崎はどうやって、その車の抜けた穴を、ポジション取りなり、なんなりして、修正していくのかっていうのは非常に楽しみですけれども、そういった面も含めてね、期待していきたいなというふうに思います。ということで、今日の動画ですね、川崎フロンターレ対、横浜 F マリノスのプレビューをお送りしました。ご視聴ありがとうございました。